ってますよ。何をあんなドッキリ言ってね。どうも、カジサックです。さあ、今日なんですけども、なんと、この私、カジサックがですね、ネット生配信番組に出ることになりました。いやー、嬉しいね。嬉しいですね。なんか本当に嬉しいよ、はい、ダウンタウンデラックスさんにお邪魔できたりとかさ、はい、こうやって別の媒体のネット生配信出させてもらうとかさ、そうですね、すっごい嬉しいんですよ、はい、でね、はい、今回このネット生配信渋帯っていう番組なんですよ、はい、これね、僕はもうミラクルと言っていいと思いますね。え、今回ですね、その渋帯っていう番組で、まあ、ニューヨークさんっていう、まあ、お笑い芸人さんがいらっしゃるんですけど、はい、MC なんですね、はい、でそこにあの YouTuber をゲストに迎えて楽しい番組にしようかっていう話なんですけ ど、 なるほど、その呼ばれた YouTuber が私カジサックと実はもう一人いるんですよ、はい、びっくりするで、はい、ハイジーさん。すいません。え、どなたですか。いや、だから僕カジサックと、はいはい、ハイジーさん。怒られますよ。怒られますって。ハイジーさんが僕と一緒にゲストで、これ偶然でしょ、はい、僕のチャンネルにもね、コラボしていただいたこともある、あのハイジーさんだ、見てください、こちら楽屋なんですけども、ほらバンバン、ほら、解釈ハイジーさん、すげえ、めっちゃ嬉しない、はい、でね、今ここにもハイジーさんが多分いるんですよ、楽屋に、はい、ちょっと見ていきましょうか、はい、ね、わかんない、どんな感じやろ、ひょっとしたら集中してあんまり本番前は絡まんとってくれっていう人かもしれない。なるほど、などうなんすかね、楽屋、はい、見て見て、ハイジーさんいるよ、見た見て、ほら、なんか袋探してるハイジーさん、見た見て見て見た。お久しぶりだいさん。お久しぶり。すいません。ありがとうございました。コラボ動画本当に面白くなりました。ありがとうございました。お疲れ様になりました。いや、もう座ってください。座っていいですか。全然いいですよ。いや、今日ちょっとね、びっくりしてるんですよ、はい、僕。いや、まさかね、この番組に呼ばれて、はい、これ奇跡じゃないですか。奇跡。まさかですよね。YouTuber ゲストに呼んでこの2人が揃うっていうのはなかなかのことだと思うんで、はい、嬉しい嬉しい嬉しいですよね、はい、ちょっと今日はだから、うん、爪痕残しましょうよ、一緒に残しましょう、ほんまに。そうですよね、僕爪痕残すんで、はい、ハイジーさん顎跡残してもらって。どういうことですか。余計がちょっとベコッとへこんでます。こけた瞬間がなんかこう残った穴がないんだよ。いや、こっちでお願いします。ここに繋いで、ここに繋いで、長くね。なんだよそれ。そう、なんせちょっとせっかくね、ハイジーさんと僕が出るんで、はい、生配信ということで、まあ、もちろん生配信なんで無茶はできないんですけども、うん、ちょっと今日の番組面白かったなってね、はい、なったらいいなと僕思うんで、なったらいい、確かに本当によろしくお願いします。ね、はい、ちょっと頑張っていきたいと思いますよ。それ言うてる間にね、なんか打ち合わせがあるそうなんですよね、はい、はい、そちらの方ちょっと待ちたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっと打ち合わせを、はい、お願いします。お願いします。お願いします。一応今日、梶原さん、いや、梶作さん、梶作ってですね、梶作さん、何見てるんですか、何見てるんですか。あ、そうですか、ちょっとそんな梶作さんお願いします。いないです、梶原さんなんてね。いないですよね。いないですね、梶作さん。ちょっとすみません、 YouTuber 側の当たり強くないだってさ、梶作さんで呼ばれててさ、そうです、梶原さんって言われたらこれや、いや、そうですけど、そうです、そうですけど、あと先言っときますけど、はい、仲いいんですよ。あ、そうなんですね。あの、何度か仕事一緒にしてるから、そうなんですね、すいません。はい、カジサックさんとして今日始めまして、ね、はい、お願いします。はい、週曜日、水曜日が YouTuber の日っていうことで、はい、今日から番組がリニューアルしてスタートしていく、素晴らしいじゃないですか。はい、え、ってことは毎週水曜日に YouTuber を取り上げることですか。そうです、そうです。え、すごい流れですね。すごいっすよね。はい、YouTuber の人にが必ずゲストに来る週曜日、水曜日、はい、それだったら、はい、僕思うんですけど、はい、そこの曜日だけ MC や YouTuber でよくないですかっていう話になって。あ、本当だ。あれ、それはね、ハイジさんと確かに、確かにね、逆にそうじゃないと意味わかんない、意味わかんないですよ。確かにやられます、 WMC。 いやいや、もちろん喜んで喜んで、もしそういう話があるんだったらね、もちろん、もちろんです、はい、それはちょっと、ちょっと引いてるじゃないですか。お持ち帰りですね、これ絶対実現せえへんやつ。この業界そういうの知ってますよ。その温度でやつね、絶対やれへんやつやね。あの、1時間の生放送なんですけど、はい、大きく3つのブロックでやります。最後は、ハイジーさんがスタジオで動画撮影をすると。で、今日はハイジーさん
活費持ち込み企画で、ファミマのハイジさんの好きなファミマの食べ物10個出てきて、それを発売順に並べてください。ああクイズみたいなことですか。そうです、そうです。なるほどなるほど。で、あのもちろん何個以上間違えたら罰ゲーム、全員でやるっていう感じ。全員で、うん、正解発表あるんですよね、クリア。それがハイジさんできるかどうか。じゃあ例えば屋敷だけ仕切りにして、はい、あ、島田君入って、それいいっすね。屋敷って、あ、盗塁得意な。なんでだよ。太陽ホエールズじゃないですよ。違います。古いんですよ、屋敷って。なんでだ、ファミスタでむちゃしゃよ。そうだ、古いんすって。いや、俺の視聴者さんは絶対知ってると思うわ。そんなことないっす。屋敷。ヒノ、ヒノ。ヒノめっちゃ速い。ごめんなさい、ニューヨークの足速い方。そうそう、足速い方。足速い方。このまま場当たりに行かせてもらえます。わかりました。助かります。よろしくお願いします。はい、すみません。お願いします。今からですね、はい、生配信前の場当たりっていうのがあるんですよ。はい、リハーサルですよ。リハーサル、はい。それちょっと今からやるから。はい。これこういうの見た人いると思うのよ。確かにそうですね。はい、裏側はあんま見れない。そうそういうことなんだ。お願いします。これ場当たり、これ本物ニューヨークさん。あ、すみません。ニューヨークです。ありがとうございま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 す。パーマと思いきや、むちゃくちゃ防げ。初登場、バータリって何すか。まさかのバータリ初登場。いや、ありがたいですよ。すみません、ありがとうございます。どの負けるって別でニューヨークさんを呼びたいな。いや、とんでもない、嬉しいですよ。でもちょっと今日こういうチャンスがあったんでね、ちょっと初登場がバータリになって。いや、嬉しいです。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。宇田川さん、宇田川さん。先ほど打ち合わせで、宇田川さん。よろしくお願いします。すごい若い、綺麗ね。はい、行きましょう。はい、バータリ。やりづらい。一応最後のあのハイジーさんの撮影のとこだけちょっと確認しましょうか。ハイジーさんじゃないですかね。ハイジーさん。ハイジーです。ハイジーさん。おかしい。ハイジーさんとおかしい。コンペラブス。あや。集中してください。バータリー。あや。YouTube にだいぶ集中してる。あや。俺が今カメラ目線になったら笑ってるな。笑ってないな YouTube を。YouTube は視聴者さんに向けて。あ、本当に見るんですね。見るよ。びっくりしました、急に。何がや、ハイジーさんっておかしいですよね。今日めちゃめちゃ宮根さんに似てるな。宮根さんのモノマネでずっとやらせてもらって、今日めっちゃ似てるわ、特に。頼むよ、YouTube は基本的に視聴者さんに問いかけない。なるほど、なるほど。勉強なるな、勉強なる。一流 YouTuber 目指してるんでしょ。いや、目指してる。目指してるの、ほんまに。いや、ちょっと僕らも YouTube やる、ほんとに。あ、マジで。今もやってるのもあって。あ、ほんと。じゃあ概要欄に載せておきますね。あ、ほんとですか。マジっすか。ニューヨークさんの宮根チャンネルでよろしいですか。宮根チャンネルです。何、宮根やつ。宮根さん似てますけど。ニューヨークチャンネル。ニューヨークチャンネルあるんですか。じゃあ概要欄に貼ってるので皆さんぜひ見てください。ありがとうございます。ほんま頼ますね、今日。カジュアルなんじゃなくて、カジサックさんとして接する。当たり前やないです。誰ですもん、カジュアルさんと。いやキングオブさん。キングオブさん。あー、すごいな。なんか炎上してみたいですね。そこまで一言で、そこまで連絡はしてないですよ。なんか大変や言ってましたけどね。お願いします。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ハイジさん、カメラ持って取り出したら、こっちの台本よりはもうハイジさんの段取りに任せてもらって、ハイジさんが仕切りというかで外れちゃったら罰ゲーム。罰ゲームはあるんです。なるほど。それは全員連帯責任なんで。あ、全員罰ゲーム。うわ、怖いわ。一斉にやるタイプのやつや。だいたい絞られてくるよな。そういうのやな。全員で、サクッとできる。サクッとできるといえばこれでしょう。そら、なんだ、どうでしょうね。あ、分からない。これ本番の楽しみということで。コミュニケーション取るな。じゃあ一旦全体の場当たりは。はい、わかりました。以上ですか。はい。なるほど。じゃあこの後着入れして本番になります。はい。はい。わかりました。本番お願いします。お願いします。いやー、これや。これが場当たりや。でもやっぱさすがニューヨークさんやな、はい、やっぱバータリでもこれ MC さんによってはバータリ暗い人おるから、こうなんこうやって台本見てる人もおる、はい、ニューヨークさんスイッチ入れてるプロやから、バータリからテンション上げるってなかなか現実さんない。ただあれ、さんがいるから優しいだけです。優しいよな、はい、優しいよ、本当に。でも本当に今本当にね、一番って言っていいぐらい吉本の若手の中でこう注目株で、いや僕聞きました、聞きました。吉本のお偉いさんが言ってました、今はニューヨークの時代だっつって。
でもなんかね、ちょっと前に確かなんか料理番組かなんかで炎上してるんですよ。パンツマン、なんか。ね、なんかありましたよね。いや、ありましたけど、カジサックさんと比べたら可愛いもんすね。お願いします。すみません。シブオビ水曜日スタートです。今日はもう人気 YouTuber がゲストとして登場です。どうぞ。YouTube 開始3ヶ月足らずでチャンネル登録者数60万人を突破、今や芸人ナンバーワン YouTuber のカジサックさんです。続いて芸人 YouTuber の第一人者チャンネル登録者数58万人、吉本屈指の芸人 YouTuber 食レポ動画が大人気のハイジさんです。お願いします。じゃあ、続いては新番組とコラボで、なんと動画を撮ってもらおうと。
これ僕で返してはい、マイクにこれ行きます。あ、こちらで、はい、終わったよ、終わった、終わりました。やられたわ、もういやさすが昨日ないハイジンさん、ちょっといいっすか、ハイジンさん、ちょっといいっすか。そうですよね、ちょっと来てください僕はほんまにちょっとね、怒ってますよ何をあんなドッキリ言うてね撮ってた、ちゃんと撮ってました、撮ってました、恥かかさん、撮ってくださいいやあれ収録ならもなしも生配信であんなドッキリはずいっすわ、滑稽でしたよ、いやほんま全然からなかったよ、むしろ美味しかったのよ、そう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 、でもやっぱりあのリアクションされなかったからみんな、はい、このままじゃハイジさんが滑って青伸びてまうと思ってそれ食べることないよ、滑ったらロングになるんじゃないならないよ、そう滑ってる今までいやまあでもね、はい、楽しかったですね、楽しかった、本当に楽しかった、こういうお仕事というか生配信も素晴らしい、はい、そして毎週水曜日に YouTuber の方が見れるっていう ねこれはもうまたすごいいいいいですね、こういう場がだんだんできてきてるってことですもんね、はい、すみません、アイさん急だったので動画も出ていただいて、こちらこそありがとうございます、ありがとうございました、またぜひコラボもよろしくお願いします、ぜひぜひお願いします、はい、ということでありがとうございました、最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。